どうも、ラブミールーです。今日は今流行りの台湾かき氷ができるかき氷機を買いました。今日はいちごミルク氷を作ります。で、これがですね、かき氷機についてた専用のレシピです。こちら、いちごミルク氷、これ作ってみたいと思います。そしてこちらがですね、専用の容器です。こちらに、ケースに氷を入れないと、作れないようになってます。では早速作ってみます。まずは蓋を開けます。はい、こんな感じに上からなってます。さあ、ここにですね、固めたいちごミルクを入れます。そして先ほど外した蓋をはめます。しっかりね、はめないといけないんでね。ガチャッとガチャッといくね。ちょっと手間が。はい、はまりました。そして最後はあとはこちらの黒いボタンを押すだけです。では押します。ちょっとあれですねこんな感じになっちゃいました。ちょっとまだ練習しないとダメかな。でもまあね、見た目は良くないかもしれないですけど、ちょっと味を見てみます。ちょっとこんな感じなんですけどね、ちょっと味を、うん、味はすごいいい、おいしい、あ、甘いね、すごいおいしい、これやばい。うん、そうですね、あとはこれ本当に出来上がりですね。これちょっと技術がいるかもしれないです。もう一度チャレンジしてうまく作れるようになったらアップしたいと思います。じゃあ今度はマンゴーの氷でも作ろうかな。じゃあねー。